全て手仕込みでうちはやってますので、冷凍物は使わずにフレッシュの、胸肉だとチキンカツも美味しいんですよ。皆さん満足して帰っていただけるんで、この顔を見たら、はい、達成感があります。はい、いらっしゃいませ。大体1つ6玉入りで、平日だと8箱ぐらいですかね。玉数で言えば40玉ぐらいじゃないですかね。一応国産の、はい、キャベツは使用してますね。熊本産の時もあれば、まあ、群馬産の、今日は群馬産のやつですね。鶏肉をですね、今からさばいていきます。国産の鶏肉なんですけども、フレッシュの一応鶏肉ですね。胸肉をさばいていきます。大体今日で20キロぐらいですかね。はい。うちはやはりボリューミーなとこと、こうやってチキンにおいては結構こだわりを持ってフレッシュ使ってますので、冷凍物は使わずにフレッシュの、胸肉だとチキンカツも美味しいんですよ。やっぱり柔らかいし、すべて手仕込みでうちはやってますので、自分たちで開いて味付け、下味をした後にパン粉付けまで全部当社の方でやってますね。パン粉付けする卵を割っていきます。だいたい100個ぐらいですかね。さばいた鶏肉をこう1日タレにつけるんですよ。下味をつけたものにパン粉をつけていきます。ずっと板前してて、もともと沖縄のホテルでずっと仕事してまして、リゾート地だったんですけど、祖父の代からこの食堂業態でずっとうちが やってて、病気でうちのおじいちゃんが亡くなった時に沖縄の方からこっちに帰ってきて、それで今こういう食堂もやってますね。僕で一応3代目になって13年になりますかね。唐揚げもサクサク感を出すために二度揚げしますので、先に下揚げをこうやってしておきますね。
安くて美味しいから、うん、気軽に食べれて、うん、すごい美味しいので、うん、女性向きとかやったら生姜焼きとかそういうちょっとあっさりしたやつもあるので食べやすいと思います。達成感があります。和気あいあいとして優しいです。私が一番新しい新人なんですけど、皆さん優しくご指導してくれます。みんなが満足して帰っていただけると、それで、はい、これは、カツ丼の上に乗せるメレンゲになってます。そうですね、もう一種類バリエーションがカツ丼あるんですけど、どちらも同じぐらいは出てますね。面白いですね。新しいメニューなども社員なども考えて作っているので、結構面白い職場だとは思います。オーナーさん正直最初こわもて見えますよね。意外と優しいんですけど、やっぱり新メニューなどの考案や事務的なことも回してくれるので、結構心強い方ですね。とにかくお客さんがお腹いっぱいになるお店がいいですよね。まあ地域の方でお客さんをお腹いっぱいにできるようなお店作りを目指していきます。
分は初めてです。自分は2回目です。自分は前来て美味しかったんで、はい、美味しいって言われたんで僕も先輩に柔らかかったです。あの柔らかいは柔らかい、ボリュームがすごかったですね、衣がサクサクで美味しかったテンプレートやホテル民泊運営は当チャンネルにご相談を。開業から運営までトータルサポートいたします。当チャンネルを通して宿泊施設を PR し、視聴者に認知させ強い集客力を実現。月間約500万人に宿泊施設の宣伝ができる。これまで撮影した約600店舗と協業しツアーを展開する独自の集客マーケティング方法。気になる方はコメント欄トップの URL へ。